泣くのはやめて、うちの店に来てくれないか。ん？ですが、もう放射院に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では給料は放射院の倍を出させてもらおう。それでどうだね。え？倍ですか。わかりました。放射院はやめて、あなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ、桐谷さん。放射院、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい、小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの、小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。人違いだわ。だから言ってるじゃないですか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんた、ここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私、この店、放射院のオーナーのユキと申します。こちらは、うちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうも、こんにちは。小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあ、でも、ナンバーワンといっても、うちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すから、フォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします。今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大。お店の信用もだだ下がりよ。どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です。うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。
だが。お願いします、桐生さん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。え、いいですか？ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。桐生さん、ありがとうございます。ゆきさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。では桐生さん。いえ、桐生店長、よろしくお願いしますね。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ、フォーシャイン。いらっしゃいませ、また来たよ。
お待たせしました。すごいタイだよ。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お客さん。かわいいね。盛り上がりましょう。会計ですね。ありがとうございました。ようこそ。なるほど。素敵だよ。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。お客さん、楽しませてね。会計ですね。ありがとうございました。私もうダメです。ようこそ。よろしくお願いします。すみません。切り替えみたいです。お会計ですね。ありがとうございました。どうも。いらっしゃいませ。申し訳ございません。すみません。お待ちしてました。会計ですね。また来てくださいね。ようこそ。どうもどうも。すいません。偉人だね。いけませんよ、お客様。ありがとうございました。なんとか乗り切れたな。桐生さん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。桐生さん、才能ありますよ。お世辞はいい。だがなかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、
スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆうきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売上ナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から競合が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。あっかんぴーた。どうしよう。ゆきさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ゆきさん？小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え？でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるならたとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない？ユキさん。それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょうユキさん。よーし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよね。
まったく、しょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろうか。いいですね。あれ、行きますよ。わー、すー、スリー、フォーシャイン。うまく決まったね。キリエさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。